ングピー、どうもカンタです。皆さんは隠れモンスター制度をご存知でしょうか？フリースタイルダンジョンを長く見ている方ならご存知かもしれませんが、実はフリースタイルダンジョンにはモンスター以外に助っ人として参戦することができる隠れモンスターという制度があったんですね。そしてこの実はこの隠れモンスターという制度、とても豪華な MC たちが勢揃いしていたんです。というわけで今回はフリースタイルダンジョンの最強の助っ人枠であった隠れモンスターについて紹介していきたいなというふうに思います。皆さんも全員隠れモンスター覚えているのか確認しながら見ていただけると嬉しいかなというふうに思います。チャンネル登録もお忘れずに。それでは行きましょう。まず最初に紹介するのが、初代モンスターの際に隠れモンスターとして初めて登場されたラストラップ侍ことエースさんですね。エースさんといえばその後2代目モンスターとして活躍されることも有名ですが、最初にモンスターとして登場されたのは隠れモンスターとしての登場でした。まず先に隠れモンスター制度ができた背景についてご紹介したいなというふうに思います。隠れモンスター制度は初代モンスターが4人であった時代に、チコカリートさんや証言さんといった MC たちが第4ステージまで到達してしまったこと、そして第2回の収録ではたくまきさんにモンスター4人抜きをされてしまい、ハンニャさんに到達させてしまったということで隠れモンスター制度が導入されたのだと思います。そんな中 TK ラクロブチさんという最強のチャレンジャーを迎えた中で登場したエースさん、この時のエースさんは本当にキレキレでしたね。2代目モンスターとして活躍されていたどんな瞬間よりもこの初代の隠れモンスターとして登場した時が一番強いんじゃないかって言われてるぐらいですからね。 TK ラクロブチさんの高速ラップスタイルに合わせてエースさんも高速でケツにインを合わせまくり、最後には絶対壊せない俺の防波堤、俺が勝者だと言い放ち圧倒的な勝利をつかみました。この時のクリティカルは本当に印象的でしたよね。そして2戦目で登場されたドタマさんとの試合、この試合についてはフリースタイルダンジョンのベストバウトのベスト3に入るぐらいの試合じゃないかなっていう風に思います。特にラウンド2での戦いはお互いの悪口が爆発していてコンプラだらけの戦いになったわけですが、最終的にドタマさんに対してラップが上手いただの社会人で締めた時には会場が爆沸きしていましたよね。本当に隠れモンスターシステムの第1弾にふさわしい MC だったのではないかなっていう風に思います。次に紹介するのが、日本を代表するヤバすぎるスキルを持っている MC といえばこの人、ミスター Q さんですね。ミスター Q さんが隠れモンスターで登場した時は本当に予想外すぎましたよね。本当に代打で一郎を使うようなもんですからね。それぐらいミスター Q さんというのはヒップホップ界においてレジェンドのような方です。最近ではよく MC バトルのビートにも使われるドゥーザガリアシングなどをはじめとする様々な代表曲を出されているラッパガリア、そんな90年代後半から日本のヒップホップシーンを支えたラッパガリアの Q さんが登場されるということで視聴者は度肝を抜かしたのではないでしょうか。そしてその対戦相手となったのが宮崎からのヒップホップドリーマーガドロさんですね。この時のガドロさんはまだ KOK を取っていないということで非常にハングリーな状態でフリースタイルダンジョンに臨まれていましたね。そんな中で期待されていた2人の戦いですが、ミスター Q さんのバイブス、そしてこれまで積み上げてきたリリックが爆発していましたよね。リリックからの引用ではあると思いますが、あったまりやラッパガリア待ったなしだ、発射台はお前に向かってるぜ、このワンバースだけでもう会場全体が Q さんを応援する雰囲気になりましたよね。ファーストステージ、セカンドステージとクリティカルで激化してきたガドロさんですが、さすがにミスター Q さんの勢いに圧倒され敗北されてしまいました。その後も隠れモンスター以外でもミスター Q さんはフリースタイルバトルに出場されているということで、隠れモンスターにブッキングしたジブラさんナイスすぎます。次に紹介するのが、埼玉から登場した初のチャレンジャーとしてハンナに到達した男といえばこの人、たくまきさんですね。たくまきさんというとチャレンジャーでやはりハンニャさんに初到達されたということが有名かもしれませんが、実は隠れモンスターとしても出動されていたんですね。たくまきさんというとたくまきさんにしかできない高速でありながら話の筋を絶対に折らない会話型スタイル、このスタイルがチャレンジャーの時にはバッチリハマってモンスターをなぎ倒していっていましたよね。実際に R 指定さんも久々の敗北をたくまきさんに負わされてしまいました。そんな隠れモンスターたくまきさんの相手になったのがオスマンさん。この時のオスマンさんもめちゃめちゃノリノリだったんですよね。セカンドステージでのティーパブローさんも非常に絶好調だったのですが、そんなティーパブローさんに対しても自分の目を見ろといった感じでバトルの姿勢を教え見事に勝利。そんな中でのサードステージだったのですが、いまいちたくまきさんの魅力が隠れモンスターとして出ていなかったように思いますね。やはりたくまきさんはチャレンジャーとしてのハングリーな気持ちを持っていた時の方が非常に合っていたように思います。とはいえど非常にフリーキーなラップスタイルでオスマンさんに立ち向かったのですが、残念ながらオスマンさんには敗北してしまいました。たくまきさんは近日行われる松戸の MC バトルにて久々に MC バトル復帰をされるということで今後も楽しみです。そして4人目に紹介するモンスターがこの人、仁王立ちの内弁慶といえばスー君さんですね。スー君さんというとフリースタイルダンジョンの中で最もモンスターを苦しめたチャレンジャーといっても過言ではないのでしょうか。チャレンジャーとしてはほとんどのモンスターをクリティカルで撃破し見事にハンニャさんまで到達されました。その実績が認められてか隠れモンスターとしても登場、リスのブラックホールと言われるリスをされたとしてもリスを真に受けずに見事に流して勝利するというスタイルはモンスターでも炸裂していました。そんな隠れモンスタースー君さんの相手がチーム 4W1 よりダースレーダーさん。ダースレーダーさんというと5 years という曲の中でも語られているように腎臓の病気で寿命が5年と宣告されているそうで、そんな中でヒップホップ
ップを通して命の尊さ、そして生きることの尊さを伝えられているラッパーさんです。非常にラップスタイルもパワフルなラッパーさんですね。そんな2人のバトルだったのですが、思いがけぬ形でベストバウトになりましたよね。ファーストラウンドではなぜかミラーボールの話で1試合が終わってしまうという異常事態が起こったのですが、本当の見どころはラウンド2からでした。スー君さんは即興の陰の弾みで思わずダースレーダーさんに対して病人と言ってしまい、それに対してダースレーダーさんも答えるわけですが、それに対してスー君さんも自分自身のお姉さんが自殺によって亡くなってしまったことを告白。その後当時の社会問題でもあった少女の自殺問題に対してダースレーダーさんが最後にヒップホップに幸あれというバースで締めて終了。非常にヒップホップそして生きることについて考えさせられるフリースタイルダンジョンでは滅多にないタイプのベストバウトかなというふうに思います。そして次に紹介するのが MC バトル界の最強の妖怪といえばわかるでしょう、バニュードーさんですね。バニュードーさんもその後2代目モンスターにもなられたのですが、その前に隠れモンスターとしても出場されています。バニュードーさんはチャレンジャーの時にはカン AKA 神さんとファーストステージで対面し、お互いにバチバチな試合を繰り広げたのですが、その後そのバトルでのインパクトが認められ隠れモンスターとして出場されることになりました。そんなバニュードーさんの相手はチームニガマムシ、 MC ニガリ、 AKA 赤いなずまさん、ジョーさん、ウーダルファーさんの3人だったわけですが、この時はこの3人の勢いがとんでもなかったんですよね。高校生ラップ選手権で優勝されたジョーさん、そしてそのジョーさんと仲がいいニガリさんとルドアルファさんということで、コンビネーションも抜群で勢いもあるといった感じでした。そんな中で迎えたファーストステージではニガリさんとワニュードーさんのバチバチな戦いが見られます。この試合もあまり印象に残っていない人もいるかもしれませんが、個人的にはフリースタイルダンジョンの隠れベストバウトかなというふうに思います。内容としては非常に拮抗していたのですが、ココナ X さんの Who Are You のビートに合わせてうまくフローしたニガリさんが僅差で勝利、ワニュードーさんは惜しくも敗退となってしまいます。しかしながらこの時の敗退があったからこそ、ワニュードーさんはモンスターとしての責任感を2代目モンスターで持つことができたのかなというふうに思います。6人目に紹介するのが横浜のライミングドラゴンといえばこの人、ドラゴンワンさんですね。ドラゴンワンさんというと実はフリースタイルダンジョンの最初のチャレンジャーでもあります。普通の番組であれば最初のチャレンジャーというとあまり期待ができない人を選ぶのが当たり前なんですが、フリースタイルダンジョンのスタッフはちょっとおかしいので、いきなり横浜代表にも選ばれたドラゴンワンさんを選んでしまうというとんでもない采配をしていましたね。本当になんでドラゴンワンさん選んだんですかね、めちゃめちゃ強いですからね。そんなドラゴンワンさんですが、ドタマさんのチームの下でフリースタイルダンジョンの特番であったモンスターズウォーで優勝、その実績もあってか隠れモンスターに選ばれました。しかしながらですね、この時はドラゴンワンさんの相手が非常に悪かったんですね。その相手というのがチームアイスバーンで出場された聖はアイスバーン、名はフォークさんと横浜のライマー同士の戦いということだったんですが、やはり先輩落ち着きがとんでもなかったですね。ドラゴンワンさんももうバース中が全てライムなんじゃないかっていうぐらいに陰を散りばめまくっていたのですが、最後のフォークさんのわかるか、あるのか覚悟、お前はまるでまな板の上のマグロ、俺がいたまえ、ここで綺麗に捌くから全員いただきますと言いたまえで玉砕と、これはすごくドラゴンワンさんには申し訳ないのですが、さすがに相手が悪かったかなというふうに思います。この時のフォークさん本当に強すぎましたからね。ちなみに惜しくも敗北してしまったドラゴンワンさんですが、個人的に KOK 東日本予選での内科 MC さんとの試合がやばいので、なんとかして皆さんに見てほしいです。どう見れるか正直わかんないです、すいません。そして次に紹介するのが悪かけ GP から参戦した JA 飛龍といえばこの男、サイモンジャップさんですね。サイモンジャップさんはこの隠れモンスターとして登場された後にチャレンジャーとしてハンニャさんに到達され、ベストバウトを繰り広げるわけですが、実はこのチャレンジャーとして登場される前に隠れモンスターとして登場されていたんですね。サイモンジャップさんのフリースタイルダンジョンへの初出演といえば東西紅白歌合戦での東軍としての出場でしたね。この時のバトルがフリースタイルバトルへの復帰戦だったわけですが、復帰してから間もなく隠れモンスターとしても出場されました。そしてそんなサイモンジャップさんの相手がこちらも沖縄を代表する MC である DDS さんですね。この二人というと本当に見た目がヒップホップでとてもいかつい見た目をしているので、どんなバトルになるのかなと思ったのですが、この時のサイモンジャップさんはめちゃめちゃかっこよかったです。余裕感満載で DDS さんをぶった切り、見事に勝利、圧倒的な貫禄を見せつけました。今でもこれは少し残念だなと思うことなのですが、この時の DDS さん、ムルベさん、そして紅桜さんのメンバーで、紅桜さんがワンオンワンで出てサイモンジャップさん戦ったらどんな風になってるのかななんて未だに妄想してしまいます。そして次に紹介するのがこの男、 MC バトル界のマスターヨーダ、そしてライムセーバーといえばこの人、フォークさんですね。フォークさんは本当に隠れモンスターという言葉が一番似合っていたように思えます。もちろん皆さんご存知の通り、その後フリースタイルダンジョンの2代目モンスターにもなられるわけですが、この
レギュラーモンスターじゃなくて最強の助っ人って感じが個人的にフォークさんにめちゃめちゃ似合っていたなというふうに思います。しかしながらこの時のチャレンジャーもなかなか最強で、内科 MC さん率いるパンチラインフェチズが相手でした。そしてワンオンワンに使用されたのは圧倒的なバイブス、そして一撃で相手をひっくり返してしまうようなパンチラインを持っている内科 MC さん。まさにフォークさんと内科 MC さんというと MC バトル界のホットとクールといった感じでしたよね。そしてそんな中でフォークさんが信じられないようなパンチラインを生み出します。皆さんご存知ですよね。それまで熱いスタイルを展開していた内科 MC さんに最後のバースでこう一言、お前のスタイルが王道になっちまうんだったら今後バトルの熱は相当収める、それが正義だっていうヒップホップシーンなら俺が抜いた刀を相当収めるよ。いやー本当に鳥肌ものですよね。声に出して読みたい日本語ナンバーワンじゃないですかね。フリースタイルダンジョンでも屈指のパンチラインかなというふうに思います。しかしながら MC バトルの面白いところは、ファーストラウンドはフォークさんが勝利されたのですが、セカンドラウンド、サードラウンドと内科 MC さんが取り、実はフォークさんは敗退しているというところなんですね。しかしながらモンスターとして屈指の名パンチラインを残したフォークさん、いつか国語の教科書にこのパンチラインが載ってくれればいいなというふうに思います。次に紹介するのが、先ほどチャレンジャーとして隠れモンスタースー君さんに挑まれたことでも有名だダースレーダーさんですね。ダースレーダーさんというと、先ほども説明した通り難病にかかられているそうで、そんな中で最後に何か残せるものはないだろうかということで隠れモンスターとして登場されたという経緯もあるそうです。皆さんご存知ではないかもしれませんが、実はダースレーダーさんは非常に高学歴なラッパーさんとして有名で、東大を中退してラッパーになられたという一色を放つ経歴の持ち主です。本当にパワフルなラップをされる方で、体全体で音を楽しんでいるという様子が MC バトルを見ていると伝わってくるんですよね。そんなダースレーダーさんの相手はバラ柴犬さん。この時の2人のバトルはまるで教師と生徒のようなバトルでした。ヒップホップや生きることについての様々な教えを説いていくダースレーダーさん、そしてそれに対してそんなこと知らねえよといった感じのバラ柴犬さん、このスタイルウォーズは非常に見ていて面白かったです。個人的にはバラ柴犬さんの噛みつく姿、お前隠れて出てきてその程度かよというパンチラインが効いていたように思います。そして残念ながらダースレーダーさんは敗北。しかしながらダースレーダーさんの相手にだけではなく視聴者に訴えかけるバースは非常に心に残った方もいるのではないでしょうか。ダースレーダーさんは最近では戦国などのバトルにも出られているので、今後もできる限り様々なバトルでお見かけできると嬉しいです。そして最後に紹介する隠れモンスターが、瞬間最高トップオブザヘッドといえばこの人 TK ダクロブチさんですね。 TK ダクロブチさんというとチャレンジャー、モンスターなど様々な形でフリースタイルダンジョンに登場されていますよね。最初にチャレンジャーとして登場され、その後チャレンジャーとして登場され、隠れモンスターとして登場して、チャレンジャーとして登場してって感じで何回出てるんだっていう感じですよね。しかしながら TK さんのすごいところは、毎回違う形で出ながら毎回爪痕を残していっているということなんですよね。そしてこの隠れモンスターとして登場した時も熱すぎるベストバウトを繰り広げました。相手は戦国ライマーズよりナインフォーさん。この年のナインフォーさんというと、高校生ラップ選手権に出られていた時のようなスマートのラップ、それに加えて今のようなとてもガツガツとしたワイルドのラップの中間、そしてどちらも取れていたということで非常に強かったんですよね。2017年のナインフォーさんというと本当に無敵と言っても過言ではなかったかなというふうに思います。そんな中でのバトルだったわけですが、ラウンド2でのガドロさんのコンクリートジャングルの上で行われたバトルが非常に印象的でした。やはりお互い高いバイブスと、そして高いスキルを兼ね備えているということで非常に高次元なバトルが行われていたように思います。そして勝利されたのはナインフォーさん。 TK ダクロブチさんは惜しくも敗北してしまうことになるのですが、 TK ダクロブチさんはこの後のシンペタさんがチャレンジャーとして登場された時にモンスタールームにいらっしゃったのですが、その時の解説としてすごく活躍してくれたように思います。シンペタさんとカン AK ガミさんのバトルで真っ向勝負のビートが流れた時には、これが本当の真っ向勝負だよっていうめちゃめちゃうまいこと言ってましたね。モンスターとしてもチャレンジャーとしても隠れモンスターとしても、最後にはコメンターとしても非常に活躍してくれたかなというふうに思います。というわけで隠れモンスターについてまとめてみましたが、皆さんいかがだったでしょうか。意外と隠れモンスターのメンバー忘れていたのではないでしょうか。しかしながら僕が紹介した通り、隠れモンスターは全員がベストバウトを繰り広げてくれていますよね。フリースタイルダンジョンを語る上で欠かせない MC たちだったのではないかなというふうに思います。僕もなぜかわかんないですけど、この動画に関しては原稿なしで喋ってますからね。隠れモンスターの印象とかインパクトってのは恐るべきものだなというふうに思います。そして隠れモンスター以外にもモンスターについて知りたい方は、初代モンスター、2代目モンスターについてまとめた動画もあるので、こちらをご覧ください。そしてカンタのなんだかんだではヒップホップの面白さをより身近な存在にしたい、そんなコンテンツになってほしいと思い、毎日18時に動画を投稿しております。ぜひチャンネル登録をして動画をお楽しみください。というわけで次の動画でお会いしましょう。それではまた。個人的に隠れモンスター制度すごく大好きだったんですよね。そもそもフリースタイルダンジョンはダンジョン形式のゲームをイメージして作られたということで、あの隠れモンスターが出てくる瞬間にはとてもワクワクしたのを覚えています。他の MC バトルでもぜひフリースタイルダンジョンのような勝ち抜き形式やってほしいですよね。